意外とベース複雑にしなくてもいいかもしれない、はい、っていう感じがしてきたっすね。サブベースとか、はい、まあ、じゃあこれでマッシブはね、いいっすよね、太いな。マッシブは本当に昔からあるソフトなんですけど、昔はソフト自体が重すぎて意外とこうすごい PC を持ってる人じゃないと使えなかったソフトらしくて、あ、そうなんすね。で、今 MacBook で平気で立ち上がるようになったので、なんか注目され直してるみたいな。ダンスミュージックでも今もよく使われますよ。そうですね、そうですよね。たまにこれをこっちにしてみたりとかっていうのも、なるほど、ちょっと試しに、はいはい、ああまあ戻します、はい、とか、まあいろいろこれミディだから便利なんですよね。そうですよね、試せるからすごいいいんですよね。これがこれ MPC だと絶対できない。 MPC とかできないですよね。そう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 、これがすぐだからシンセバーってこうやって入れると楽しいから、いろんなの試したくなるんですよ、はい、そうしていくと重くなって急にこう消えたりするんで画面がで怖いんでセーブします。こういちいちセーブしてるっていう。高くして入れてるんですよね、はい、ちょっとね音がいっぱい入ってると自分でもベースが聞こえづらいので、そう、分かんなくなっちゃって、まず高く入れといて、はい、さっき言ったキーの確認っていうことで、あ、そうですそうです、キーの確認してて、はい、でこのさっき言ったので下げるって言った1オクターブ2オクターブ、ベースまで入りました。そうですね、はい、これに対してあ、バッテリーかな、うん、バッテリーでちょっとこのやっぱこのビートが昔のブレイクビーツのビートなんで、これをちょっと抜けさせたいんですけど、はいはい、どうしようかな、じゃあなんとなく、なんかこの名前がかっこいいんで、ベルリンヘッドクォーターキット、ベルリンヘッドクォーターしてみよう。大体ね、いいんですよね、バッテリーも。バッテリーのバッテリーはもうすげえいい音が入ったサンプラーですよね、うん、そうですね、そうですよね。
もう大体いいんですよ、これも。キックとかダンスミュージックですごい使えますよ、これ。抜けますよね。あ、でもちょっと強すぎるかな。好みですね。あ、ジャンキーエクセルキットってのもありますね。ジャンキーエクセルはあれですね、最近マッドマックスであの音担当してましたね。はいはいはい、その人がよく使う音色集みたいな。そうですね、これ。なるほど。そうですよね、ジャンキーエクセル。ジャンキーエクセルは結構激しい音なんで、んー、どうしようかな。これも面白そうです。あ、これ面白いかも。太いっすね。太いっすね。太い、ほんといいんすよ。これが重なるだけで。これがですね、今ね弱く立ってるんで、叩いてる。あ、でこのクオンタイズをしてこうバシッとこう揃えたりとかは簡単ですね、はい、この一発でできる、ね、ボタン一つでずれなく、はい、そう、今これだけソロにして聞くとこんな感じで、ちなみに D をこの状態でミュートするとどんな感じですか？ D ですか？ B だけにする。あ、 B だけにすると、はい、で、D を入れていただいていいですか？ D を入れると、キックのアタック感が全然、そうそう、はい、クラブでこう聞いてたような感じには近づいてくるんですよね、はいはい、これぐらいは鳴ってるんで、最近のとかも。お、ちょっとでかすぎ。で、この一個一個、これなんで使ってるかっていうと、はい、この中でビート差し替えられるんで使ってるんですよね、便利で。なんて言ったらいいかな、この中で一個一個キックもこの高さも、はい、はいはい、あ、ここだ、変えられるし、はい、この一個一個にいろいろこうエフェクトもかけられるんですよね。コンプレッサーとかもありますしね、はあ、はい、それがね、それがすごい便利で、使ってます。今だったのこれだ、これですね。これもだからちょっとリバーブとかかけて、バッテリーはマシンとは別売りのソフトになってます。多分この頭にこれは絶対必要なんで、これがどこにあるか、
これだな。ここのキーボードだとこうオクターブなんですよね。はい、そうそう。あ、いいんじゃないですか。いい、なかなかいいね。あ、すごくいいですね。来ました。キーボード画面で見ると、はい、このビートはこういう風に並んでて、これがクラッシュなんですよね。これがクラッシュで、ここがキックかな。これも入れた方が乗り出るかもしれないですね。で、今ちょっと手でバンバンバンってやったんで、はい、多分ずれてると思うんで、これをこれもクオンタイズしてあげると、どこだろう、いました。あ、これですね。はい、うん、ずれてるっすね。この頭も来てないし、そう、こういうちょっと細かいことがね、必要になってくるんですよね。あ、ちょっとずれてるっすね、ここもね。手打ちなので、はい。本当はこうだ。で、これ全部クオンタイズボタンを押すと一気にこうなると。わかりやすい。わかりやすいですよね、はい。これ便利ですね。そうすると、かなり綺麗になってきたんじゃないですか。はい、まあ綺麗なのがね、全部いいとも限らないんですけど、だいたいね、間違いないですよ。ね、こういい感じですよね。そうです、うん、したね、ちょっとしたビートの満点回、ね、これでもうなってきて、パートの抜き差しで結構作れる、ね、いけそうですよ。ラップだったらいけそうな、はい、ね、いけそうですよね。これスネアも足したいな。